枝松淳一は、朝日放送テレビスポーツ局スポーツ部に所属する、プロデューサーディレクター。元、同局アナウンサー。広島県広島市の出身で、血液型は O 型。少年時代には合唱団に所属していたことがある。広島県立安古市高等学校から、明治学院大学法学部へ進学。高校の同級生に、戸田直がいたほか、 ウオ理恵が2学年上の先輩にあたる。また、特技はテニスで、学生時代にはアルバイトでインストラクターを務めていた。大学卒業後の1996年に、アナウンサーとして朝日放送へ入社。同期入社のアナウンサーに、藤崎健一郎がいる。入社が内定した時点では、熱湯甲子園で司会をするのが、夢と語っていたという。朝日放送への入社後は、 主にスポーツアナウンサーとして活動。ABC ラジオでは深夜番組の ABC ミュージックパラダイスや土曜日午後のスポーツ情報番組などでパーソナリティを務めた。愛称はマメッチ。この愛称は卵っちで好きなキャラクターがマメッチであったことに由来するほか、明字の枝松に似た発音の枝豆にちなんでいる。ABC ミュージックパラダイスでは アナウンサーにもかかわらず、言葉をよく噛むことから、神様と呼ばれていた。また、先輩アナウンサーの清水二郎は、枝松の氏名に、松本淳の愛称をかける格好で、松淳と命名。ABC ラジオで複数のレギュラー番組を持つ桑原、進むダイラも、自身の番組で枝松を紹介する場合に、この故障を用いていた。スポーツアナウンサーとしては、2002年には、 朝日放送代表でソルトレイク式オリンピックを現地で取材した。2014年には第96回全国高等学校野球選手権大会開会式のテレビ中継や松田オールスターゲーム2014第2戦のラジオ中継などで実況を担当。同年10月18日にはプロ野球セントラルリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦の関西ローカル向け ラジオ中継で実況アナウンサーとして阪神タイガースの日本シリーズ進出決定の瞬間を伝えている。その一方で2007年と2008年の1月10日早朝には西宮神社で開催の開門神事福男選びのテレビ中継で実況。朝日放送が現在の本社社屋からの放送を開始した2008年6月23日には 社屋移転後初めてのローカルテレビニュースを担当した他、同局公式サイト内のアナウンサーページにある今日の回覧版で移転後初めてメッセージを発信した。2014年11月4日付の人事移動でスポーツ局スポーツ部に配属。この移動を機にアナウンス職を離れてスポーツ関連の中継、番組の制作業務についている。 スポーツアナウンサーとして最後に実況を担当したのは10月25日に ABC ラジオ及び JRN 系列のラジオ局で放送された日本シリーズ第1戦阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス戦中継11月8日に ABC ラジオで放送の特別番組枝松淳一のチェンジ2014を最後にアナウンサーとしての番組出演を終了した 2016年度からはガチトラなどのプロデューサーを務めている。2020年1月の時点では朝日放送テレビが制作するスポーツニュースのデスク業務も担当。いずれも朝日放送ラジオで放送。ありがとうございます。